久々戦撃来ましたよ。赤妻さんも、ナイバト3分、アナウンス。てか、ホットさん、授業中に沈むは草ですね。それはいかちいわ。さて、ブルハ来ましたよ。まあ、ブルハ捨てて、いつもの進行いきましょうか。あ、ハロウィン水蓮あれですか、結構皆さん注目してますかね。自分はそんなに、あれだったんですけど。さあ、初手減1。なるほど、バウグルスか。これは、どうしようかな。あ、なるほど、イラストっすね。なるほど。徳美さん、最近あれですか、足妻あんまりやってないっていう感じですかね。全然ね、無理にやる必要はないんですけど。さあ、戦撃相手にどう立ち回っていくか。お、睡蓮置いてきた。三通館さんは信号は関係なくハロウィン、なるほど、メイレン、手に入ったのでかいと。まあ、これはちょっと食らいに行きますか。うん。さあ、相手の方は少しね、色に偏りがありますかね。一番ちょっと火力の低い、花が二つついてるんで、それはラッキーではあるんですが、ただこっちもね、ちょっとコンボスキー食らっちゃうんで、ここから。ああ、ゲイボ速起きか。これは、だいぶきつくなってきたか。ただ、ツイッターは今んとこ打たれていない。ティポン来たか。外周外周は強いですけど、ちょっとここはフレヘリですかね、一旦。さっきとちょっと似たような盤面ですけど、さすがにこれ HP が相手ゴリゴリにまだあるんで、今度は A の2に打たれたとしても、一回左下 X 行くんじゃが、めっちゃ回復とかしてくるな。HP がほぼ満タン。なるほど。ここはちょっと一回時間潰しますか。そうっすね。ここ行きましょうか。あとは自分の HP が持つかどうか。オフィンフィンとか欲しいですね。まあ、それから立夏、この盤面強いんで。問題は相手が S グマここで B の4に使ってくるかどうかっすね。B の4か D の2なんですけど、D の2の方がきついんで、あー、でもそれはキャラクターが強いわ。ちょ。どうするこれ。てか、HP が満タンなんですけど、そんなことある？お、フィンフィン来た。オフィンフィン来ましたけど、これはどうするかと申しますと、まあこうなりますよね。これさ、3万 HP 飛ばしきれんのかな。めちゃくちゃ怪しいんですけど。うわー、それは。しかも回復していく。坂来た。ただ燃やせる盤面ではあるんですよね、実は。ここ打って未来切り開きまして、サバさんこんばんは、いつもアナウンス。まあ、これは相手A の4に行く一手なんで、何を置いてくるかっすね。ただ合戦はめっちゃ食らうんだよな、これ。まあさすがに。ああ、なんか回復で粘ってくるな。オーティア来た。で、これ実はここのティポーン取れないんで、ここに置いてさらに大火炎にしていく。この進行めちゃくちゃ強いですよ。昔解説したことありますけど。猛毒さんこんばんは、いつもアナウンス。相手はまあどこ行くこれ。E の4か、うん、そこか。いや、合戦つんよ。ちょっと待って、外周、これフォーティアが1、2、3、4、ヤンドーラン来た。5000×1.56 でしょ。これ飛ばせますね、フォーティアで。オッケー、3万の HP を一気に
削り取ってゆく。さあちょっと通信中が長くなりましたが、どうでしょうか。さあ相手の方が悲しみの、通信切断してしまった。仮に A の3にフォーティア打たなくてもサッカーいますからね。 A の3のサッカーでも飛ばせるかな。よいしょ。さあ一瞬にしてね、あんだけあった HP をね一気に削り取るっていう、これが火炎の恐ろしさですね。昔からねちょっと火力低いっていうのであれなんですけど、さっき紹介してそうですね、あのリッカはイベントのキャラクターですね。さてこれはさすがにアベルいきましょうか。初手フィンからの X でも面白いんだけどな、正直。あ、それあったな、この引きだったら。でも X 引くとあんまり外周に置かれないっていうね、そういうのはありますけど。さあ、昇降手の陣やられまして、なるほどね。ちょっと微妙なやつ来たな。そうっすね、初手フィンでもよかったな。まあ、今更ですけど。アルベカルさんこんばんは、いつもありがとうございます。 LAL さんも、こんばんは、いつもありがとうございます。まあ、いつもの進行をしていきますか。ちょっと引きは S ゴマが2枚かか絡まってるんで、さあ金馬ぶっ刺されていく。悪くはない反面ちょっと手ごま事故がね、うーわヤンドラ来ちゃったか。マジでこれはプレミというかなんというか、ちょっとオフィンフィン X 結局いきますわ。これ初手フィン全然ありでしたね。アルペカルさん、新しいコブの子、いましたっけ、新しいコブの子。 S5 ますか。さあちょっと S 連されていきますが、こちらもね、まあ、ヤンドール引いてて S5 はね自分も引けてるんで、なるほどアベル。ここで大火炎与えてもっていう感じだよな。アベルももったいないですけどね。まあでも、ちょっとこれはアベルここに打って一瞬大火にしましょうか。これ相手、A の、3とかに、3とか2とかに来ると、まあ外周3枚になるんで、単純にそれは強いですからね。これ次どうしようかな。うん、カリス入ってる。マジか。シウキも入ってて、カリスも入ってるのか、それとも、どうでしょうか。ちょっとオフィンフィンもったいない使い方しちゃいましたね。おっと、ティボン来たよ。チャンス到来か。これはですね、どこに行くかというと、ちょっと待ってください。相手が、これティボン先かな。まあ、ティボン2体いるんですけど、ティボン先かなとか言ってちょっとわけわかんないんですが、こっちのティボンかな、コンボスキルのことを考えると。ちょっと自分のキャラによりけりなんで、こっちからかな。ノーマルティボンここに打っちゃうと、ちょっとコンボスキルが、まあ一応火力は出るんですけど、ちょっとあれなんで、うわ、でも、やっぱノーマルティボンからだったかな。いけるか。でも相手これ F の2に行くと、あれなんで、てかこいつ引くんだったらマジで、ティボン先だったわ。ノーマルティボン先でしたわ。さあ協力してことに当たりまして、これが勝ちこりと、おお、いいダメージ入っていく。ただ次は仲介できねえんだよな。相手これ何置いてくる。これ飛ばせられるかっていうか、さすがにこれ外周がきつすぎるから F の2来ないかな。ああ、まあ F の2はそれでも来る。ああ、まあ極炎入ってるから、いやーでもこれ耐えそうだけどな、さすがに。ハイサル来た。てか飛ばせるくないこれ、ここで。オッケー、引きが良かったわ。